はい、酒好きな新潟人、飲酒動画です。今回は、また引き続きですが、まあ、俺が3本の指に入る、国内で買える3本の指に入るビールを紹介したいと思います。2番目に好きなビール。まあ、2番目かどうかわかんないけど。ね。まあ、一番好きなのは、ギネスなんですけど、2番と3番はちょっとあやふやですね。まあ、3本の指に入るのは間違いない。こちら、キリンのハートランドビールです。緑色のね、瓶が特徴的なんですが、こちら、なぜか中瓶と小瓶しかなくて、大瓶がないタイプなんですわ。俺がね、何度も言うんだけどね、これ大瓶を発売してくれと。懇願してるんですが、ね、発売してくれないと。ということで、こちら原材料が麦芽とホップ、アルコール度数 5%。これが 500ml の中瓶になってます。で、小瓶が330だか 50ml だっけ。のやつも売ってます。なんでこれ大瓶を出してくれないのかと。ね。こちらリターナブル瓶となってまして、これ返却すると10円高もらえます。はい。こちらもね、ものすごくうまいビールね。俺が昔から絶賛してるビールとなってます。これはね、本当に美味しいんですよ。これはね、何がうまいかってね、香りかな？うん。このね、なんかね、まあいいや、乾杯。うまいね。このハートランドはね、夏ですね、主に。夏に飲みたいビール。ナンバーワンです。この癖のなさ。苦味はそんなにないっていうか、ほとんどない。うん、そんなに苦くない。っていうか、ほとんど苦くない。酸味もね、あんまりない。だから酸味と苦味がね、そんなにないんだけど。麦芽の旨味っていうか、香りと、うん。がね、とにかくね、はぁーって感じ。香るんですよ。なんかね、あとこの瓶ですね。この瓶をですね、こう眺めながら、この綺麗な色の瓶を眺めながらね、こう飲むだけでもね、すごい、こう、ああ、って感じ。ああ、言い切れてよかったなって。なるビールですね。ハートランドビールはね。こちら、キリンです。これ見た感じね。なんかね、外国のビールっぽいですけどね。キリンです。ジャパニーズビールです。この、なんつうかな。このうまさね。
でもね、若干値段が高い。これ500ミリリットルなんですけど、まあ500ミリリットルで250円ぐらいするんです。で、だから、大瓶でね、買いたいよね。俺、酒飲みなんで、ケース買いしたいんだけど、なんか、大瓶じゃないからケース買い、なんか、あんまりしたくないっつうか。なんつうかな。やっぱ大瓶の方がほら、お得じゃん。量的に。だからね。うめえんだけどなんかなって。だから、OB 発売してほしいっすね。OB。ぜひ、OB 発売してくれっつ話。本気で。このね、喉越し。喉越し。アロマホップ100%使用、麦芽100%使用。このね、このなんか混じりっ気ない、このホップのね、うまさとね、香りですよ。なんかこのみずみずしいね、青々しい香りです。そしてこの炭酸の若干強めの喉越しと、で、しかも、まあ、ハートランドって、これ、缶のやつ存在しないんで、瓶だけなんですよ。で、しかも両方瓶は、まあ、リターナブル瓶って言って、まあ、いわゆる回収されるんですよ。だから、これは、また使われる、洗って使われるやつタイプなんで、環境にも優しい。そこがね、非常に俺、嬉しいところなんですよ。環境に優しいっていこれを何度もこの、使われてるっていう。そこが嬉しい。でね、あとね、このね、瓶の色がすごい綺麗。あと、このマークがすごいかっこいい。やっぱね、ビールはね、やっぱ見た目もありますよ。やっぱり。見た目が綺麗でね、こう、ああ、うめえって。やっぱ瓶がおしゃれだよね。他のビールに比べてみると、なんかこう、ハートランド、ウィキペディアがあるわ。ウィキペディア見ますか。ハートランドビールは、キリン麦酒が1986年より醸造出荷しているピルスナータイプの、麦芽100%ビールである。プレミアムビールに分類される。これ重要です。これプレミアムビールなんですよ、これ。エビスとかと一緒のやつ。プレミアムビール。瓶にはキリンビールなを表に出さない、斬新な商品である。だキリンなんて書いてないんですよ、これ。ハートランドビールとしか書いてない。だから、普通に見たら、え？って。これ外国のビールじゃねえなって思う。キリンビールなんて書いてない。
ハートランドビールはキリンビールが提供していたテレビ朝日のグルメ番組がきっかけで醸造をされ始め、当初ハートランドビールはテレビ朝日直営のレストラン、食べたかろうだけでしか飲めないビールとして開発された麦芽 100%、アロマホップ 100% のビールであった。ビアホールハートランドオープン時にはそこでも飲めるようになる。ハートランドビアホールオープン当初は生の大ジョッキ、小ジョッキと 500ml 瓶のみを販売。途中から穴蔵では、アルトビールも販売開始。1987年には缶ビールの販売も行い、全国展開も行ったが、1991年には缶ビールの販売を終了した。あ、これ缶ビールあったんですね。2010年1月現在、ハートランドビールは、タルト瓶、括弧 500ml と 330ml しか販売されていない。缶ビールの CM ではハートランドの歌もあった。またキリンビール横浜工場がある神奈川県のみ地域限定で上面発行の、ハートランドアルトビールという当時の日本では珍しい、極めて珍しいビールも販売されていた。外見、デザインはデザイナーであるレイ、吉村の手によるもの。アメリカのハートランドと言われるシカゴ周辺にそびえている、大樹をイメージしたデザインが、瓶と缶に描かれている。瓶は 500ml と 330ml の2サイズで、いわゆる大瓶に相当する容量の製品は存在しない。色は、透明なエメラルドグリーンで、胴部にはラベルがなく、瓶そのものに体重のなんとかが、エンボス手法であしらわれている。細長い首の部分に帯状のラベルがあり、ここに原材料などが記されている。王冠にも、緑で大樹のマークが施されている。この特殊な外観から劣気とした純国産であるにもかかわらず、ビールに詳しくない店舗などでは海外ビールとして扱われてしまうことがままある。味はボディが軽めだがキレが良く、爽やかな香りがと相まって清々しいビールとなっている。そうなんです。すごいね、香りが良くて、それでいてこう夏にあった軽い、そして爽やかな。ね。うまい。香りがやっぱりこう、あれだよね。そしてこの喉越しと。ああ、これは夏です。これを飲むのはやっぱり夏。今は冬だけど。これはね、夏が美味しいよ。本当に。コロナビールとね、あれですよ。もうぶっちゃけコロナビールみたいにここにさ、ここにあれ、ライムこう、ビャーでやるというか、絞るかなんかしてもうまいと思う。絶対。ここまでこの、さっぱりした味なんで、アメリカンラガー的な感じでね、あのライムと塩絞ってもうまいと思うんですよ。ということで、まあこれ国産のビールなんで、ね、全然普通にスーパーに売られていると思います。
これね、国産、ビール、だと、思わないでね、今まで、いた人はね、ぜひね、これを機に買ってみてください。濃厚ではないビールですが、非常に香りが良くて、爽やかで、さっぱりした味わい。うまいです。これは夏におすすめのビールなんで、ぜひ皆さん飲んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。